Tony Hills。 皆さんこんばんは、清水美智子です。三谷幸喜です。昨日動物の話、はい、されてたじゃないですか、はい、僕ちょっと動物に関して質問があるんですけども、百獣の王、うん、ライオン、はい、いるじゃないですか、はい、あのライオンたちは自覚があるんですか？百獣の王だ俺たちは。ないです、うん、現実ってやっぱねつまらないですよ。でもないとしたらですよ、まあ僕もないと思いますよ、うん、思うけども、でも彼らには威厳があるじゃないですか。やっぱりあれは人間が勝手に思ってるだけ。そうなんじゃない、顔に感じるよね、うん、だからあだ名みたいに言われてるだけでやっぱり思ってないんじゃないですかね。あるんじゃない、でもプライドは、うん、俺たちはやっぱりちょっと違うからね。違うっていう、なきゃあのオーラ出せない気がするんですけどね。絶対ないような気がするけどな。だってじゃあアルパカとライオン比べてみてください。どう考えても王様はライオンじゃないですか、ね、あの、うん、強いって意味ね。逆に見た目のオーラ、そりゃそうですよ。インパラとライオンだったら、インパラって何、どんなの、うん、こういうやつです、あの全然ライオンですよ。サバンナを飛んでくる鹿でしょ、うんうんうん、よりもやっぱライオンじゃないですか、ね、全然、うん、それ顔つきってことね。いや、なんか内面があるような気がするんだけど、俺たちがこのサファリを自給自ってるんだっていう思いたいですよね。人間の思い込みなのかな。すごいしっくりくるよね。キリンとかがさ、私本当条約でいいんでみたいな、うん、むしろキリンにもしねくらいだったら、私が本当は女王なのよって、うん、王冠ついてんじゃんって王冠じゃないけど。キリンって知ってますの、すごい獰猛なんですよね本当は。やめて本当、うん、僕はあのそうは見えないんですけどね、鳩をむしゃむしゃ食ってるとこ見たことある。マジで、うん、キリンああいう見えてる、ね、え、葉っぱだけじゃないの、あの子は肉も食うんですよ、特に鳩、飛んでる鳩がってこう食べて、最近あのパンダがさ、なんだっけ、肉食ってる写真見た？見てないです。あのなんか隠しカメラでずっと撮ってたら、生肉をこうやって食ってるパンダのやつ乗せるなっていうくらいにこそっと食べてるってこと？いやいや、まあでもそれはたまたまカメラに撮れていた、うん、実はパンダは肉も食べるんだねって話なんだけど、うん、でももともとパンダってのは肉食がだんだん進化していく過程の途中で草食になっただけであって、うん、あの食べてもおかしくはないのも載ってた。でもね、ドン引きだったね。まあ確かにそれ葉っぱだけじゃあれだけの体持ちませんよ。持ちますって。だけどキリンの方がショックですね。キリンでしょ、うん、あの長い喉を鳩が落ちていくわけですよ。そこはいいよ。そこじゃないよ。あ、鳩が美味しそうだなって思った時点でちょっとやっぱり興ざめというか、キリンはね、やっぱキリンにはキリンの生き方を全うしてほしいですよね。やっぱ葉っぱでありたいね、うんうん、あれなんでキリンの首が長いかもちろん知ってますよね。知ってますよ、せーの、首が上の方にあったからでしょ。違いますよ。あの葉っぱが好きで、どんどんあの葉っぱをと思ってるうちに、うん、だんだん成長の過程で進化してたっていうのも聞いたことあります。そうですよ、確かあの上の葉っぱが食べたいと思って、隣の芝生は青いみたいなことなのかな。まあまあそうですね。あと、まああの他の動物たちが届かなかったところを、うん、あ、これちょっといただきたいですねみたいな感じで。あとあれ知ってる、アリ地獄って、アリ地獄に落ちるアリって年に 2,3 匹なんだって。あれだけの労力で、あの、あ、労力なの。いやだってで待ってるわけでしょ、ずっとあの下で。地獄は、地獄ってなんだっけ。私もそれ読んだ時へえなんて思ったんだけど、あれ地獄ってなんだっけって思って、中にあれ地獄の下に中にいるわけでしょ。あ、違う、そうなの、違うんじゃない、自然現象じゃない、違う、中にいるんですよ、アリを食べるやつが。あれ来たぞアリ地獄がっていう時って、じゃあいつも土の中にいるってことかな。来たぞアリ地獄がってどういうこと。アリ地獄が やってこないってことか。やってこない、待ってるんですよアリ地獄。じゃあ相当な小ささですね。2,3 匹でずっと2,3 匹、嘘だと思うな。そうかな、私の読み間違いですかね。どれくらいの大きさのやつが中にいるか分かんないけど、4ヶ月で1匹ってわけですもんね。ただね、私人間がその百獣の王でもそうだけど、うん、アリ地獄とかさ、つけすぎなんですよ最初に、オーバーに
まあね、あこれ蟻地獄って言うと本当に地獄かなと思うんだけど、そうでもないんじゃないかな。まあ、蟻にとっては地獄ですけどね。そうだけどさ、あ危ねえ危ねえっつって落ちない方が多いと思うんだよね。アリ食いはでもいいじゃないね、いいよね、アリ食ってんだもんね。いい、私あんま好きじゃないよ、あの生き方は。アリ食いがアリ食うとこも動物の悪口言い始めたこの女。アリ食い何がいけないんですか。ごめん、はっきり言って形状が気持ち悪いんですか。なんか濡れてるじゃん、あの唇のとこ、あれをビエって伸ばして、それにあのアリをこうまつわりつかせてしょって、アリこっちだよ、騙してんだろ、まだしも、うわ靴だ、なんだと思ったらもう食べられてるわけ。じゃあむしろアリ地獄の生き方の方を選ぶわけですね。そうですね、お前の方から来たんだよ。ドラマ逆的なお前の責任ですもんね、自分、うん、自己責任ですもんね。そうですよ、そうですよ、そうか、だからまあその生物の神秘も感じますしね。だけどアリ食いだって結構でかいじゃないですか。あ、そうなの。どれだけのアリを食べればあの体が維持できるんですかね。それがアリ地獄だよね、それが本当の。むしろアリにとってはそうですよ、アリ食いの方が地獄ですよ、ね、かなり食べなきゃいけないんだよね。どうでもいい話じゃないですか。Okay. At first I didn't understand what Mitani, Mr. Mitani...